っちゃいます。クリスタルのサポートチーム、ワインのことならヒーローとジャパン、日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部、子犬の保育園、ドッグイベント、犬の専門家、ドッグライフスペシャリスト育成スクールを運営するゴーゴーワンズ、各種スクールやお稽古、教室の生徒募集を全面サポート、集客のプロフェッショナル、オフィス MIC、 クリスタルキラキラな夜はまだまだ続きます。番組を応援してくださるスポンサー、サポートメンバーを募集しています。詳細お問い合わせはキリンホームページをご覧ください。合言葉はお互い様にありがとう。皆様の応援があって輝くことができるクリスタルです。よろしくお願いします。ミュージックシャワー、いい曲はずっといい、ルーディのお気に入りや隠れている素敵な曲をお届けします。懐かしかったり、ちょっぴり切なかったり、ドキドキな恋を思い出すかもしれません。ジャンルも年代も飛び越えて、クリスタルの音楽兄さんがセレクトした曲をお楽しみください。先日までの猛暑が嘘のようになんだか朝晩は涼しくて、まるで秋というような陽気。いやー、まだまだ夏を満喫してませんから、お願いしますよ。さあ、昨日の日曜日、ルーディは夏の甲子園の千葉県大会で地元習志野高校の応援に、中学時代の親友とその息子さんと一緒に QVC マリンフィールドに行ってきました。毎日各地で高校野球の予選大会が行われていますね。高校生の熱いプレーに一喜一憂している方も多いと思います。モンマさんもその一人ですね。はい、はい、ありがとうございます。何気に地元の高校の応援してしまうことってないですか？昨日の試合も日曜ということで、たくさんの高校野球ファンが集まってスタンドの応援、めっちゃ熱かったです。東京都も準々決勝や5回戦ぐらいまで進んでますかね。はい、夏の高校野球、ルーディは全力応援しています。ということで、今夜はこの曲をお聴きいただきましょう。2008年某テレビ局の夏の高校野球テーマソングでした。福耳で夏はこれからだ。好きだね。大好き、今日の好きだからね。この曲大好き。わからない、今日誰だこれ。福耳ってバービーボーイズの京子さんと山崎正義と菅氏顔とかの、山崎正義大好き。でもこの曲は、多分同じ事務所のスキマスイッチと畑本美織と、はじめちとせがメインで、バッキングに京子さんとか山崎正義さん、山崎正義さん。これネット甲子園の曲に使われてます。どこにこれが終わった後ですね。あ、ごめんなさい、次の試合ここでいこう。ここでいこう。大丈夫かな。歌わないの、なんで歌うの、なんで歌ったんですかって聞いて。あ、はい、いきなり歌うんですか。ちょっと歌うかみたいな。似てるっていうのは何が似てるんですか。性格が性格が幼稚園の友達なのね。あ、そうなんですか。絶対に会いたいって絶対お父さんと違うって死ぬかよ、死ぬかよ、お父さんかよ。それ
あんまり誰も知らない情報ですよね。かなり知らないレアな情報。って。マクちゃん、マクちゃんがアロハ。アロハ。多分そこはね、あれだよね、割と器が大きい、ね、全然平気だ、ね、面白いことは何ですけど、ここ初めて、ここがそう、初めてよく、あ、本当だ、拳が独特ですよね、笛みたいですよ、沖縄のね、こう歌う歌う人ってね、これなんか、うーって上からしゃくるのって結構あるけど、なんか下からね、なんかほら、普通の歌は難しいかもしれない。でもこういう歌い回しになってしまう。でもさ、それがやっぱり初めて人の曲になっちゃうんだよね。そうそうそう、多分だから他の人の曲歌っても何歌ってもね、そうなっちゃうんだよね。この事務所はなんか面白いですか。福耳で夏はこれからだをお届けしました。さて、昨日7月21日はルーディの仲良し、ラジオネーム大阪のカオリンのお誕生日でした。お誕生日おめでとう。ますます素敵な一年をお過ごしくださいね。さあ、このコーナーではあなたからのリクエストをお待ちしております。ひと夏の恋のエピソードなども大募集。メール、ツイッター、ブログ、フェイスブック、どこからでも OK です。もちろんルーディへの応援メッセージや高校球児へのメッセージもお待ちしていますよ。よいしょ、こっちだった。なし、これいらない、なし、じゃあ下げます。